皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回紹介する参考書はこちら、数学上級問題成功シリーズです。 1A、2B と数3で分かれてます。この参考書すごいよ、めちゃくちゃ難易度が高いです。もう入試の最高峰クラスの問題を扱ってます。大学でいうと本当にまあ東大とか医学部とか、まあ、それに加えて言うのは総計の理系とかもね、入試問題かなり難しいんで、まあ、そのレベルだと思ってください。東大医学部総計の理系、このあたりの最高峰のクラスの入試問題を解説した問題集になっています。よく比較される本としては、まあ、文系数学の入門プラチカとか、あとハイレベル完全攻略シリーズ、優しい理系数学シリーズ、あと理系数学入試の革新のね、難関大編とか、もうまあみんなもね聞いたことあるような、まあ、そうそうたるもう数学の重鎮参考書たちとこう並び評されるような最高峰、本当に入試の最難関トップクラスの問題集になっています。まあ、今挙げたような志望校じゃない人はまず手を出さなくて大丈夫なものになってます。これ成功シリーズって言い方をするんですけど、入門問題成功、基礎問題成功、標準問題成功、そして、ラスボスですね、上級問題成功、まあ、一番難しい本という位置づけになってますが、注意点としては、その1個前の標準問題成功シリーズでも十分幅広く、様々なレベルの大学に対策できます。標準問題成功シリーズだとそれこそ、まあ、総計の文系とか、あるいはまあ旧帝国大学、まあ、大阪大学、名古屋大学とかね、そのあたりのハイレベルな国公立も標準問題成功しっかりやってれば十分なんですよ。もともとね、この参考書の歴史を話せば、最初基礎問成功と標準問題成功があって、後で上級問題成功がこう登場してくるのね。標準問題成功でも難しいのに、上級問題成功一体どのレベルで必要なんだみたいなね、参考書業界をかなりにぎわした本でもあるんですけど、中開けてみたらまあ難しい、まあ、これ聞くとね、参考書好きな人とかすごいワクワクする人もいるんじゃないかなと思うんですけど、絶対に初学者は手を出さないように、まあ、少なくとも、まあ、大阪大学、名古屋大学の入試問題バリバリ解けるよとか、あの入試問題の中には、まあ、絶対取らなきゃいけない典型問題と、ある意味捨て問のような難しすぎる問題、分かれてます。これ典型的な問題をまず最優先に固めて、でそれができた人が、もう本当時間余った人が上級問題成功をやるっていう、そういう立ち位置でいてもらえたらいいかなと思います。まあ、数学極めたい人の中にはね、じゃあ他のシリーズ、優しい理系数学とかね、ハイレベル完全攻略とか、その他のシリーズをどう使い分けたらいいか、上級問題成功の問題の難易度が難しい以外の特徴って何なのっていうのね、これも知りたい人いると思うので話しておくと、解説の詳しさです。このレベルになってくると、解説の詳しさを求める受験生と、解説の本質というか、そのこの1個の学びから他の問題にどれだけ応用できるかみたいな、この2パターンに分かれるんですよ。解説の詳しさを求める人と解説の本質を求める人。この上級問題成功シリーズでいうと、解説の詳しさの方です。解説を、まあ、できるだけ分かりやすく難しい問題でも噛み砕いて、できるだけその問題は超難しいよ、超難しいけど、その難しい問題をなんとか詳しく分かりやすく解説しましたっていうのが、この上級問題成功の特徴なんですね。ハイレベル完全攻略とか、まあ、一番究極は優しい理系数学だね。優しい理系数学はどちらかというとも本質派です。だからやっぱり武田塾でも過去を使ってた生徒いたんですけど、もう使いこなせれば最強だと、優しい理系数学は。だけどやっぱり解説が難しくて、もうちょっと説明欲しいなとかね、このこっからここなんでこういう式変形なのかなとかね、そういう風に挫折する人もすごく多かった参考書です。そういう意味で言うと、最難関の今挙げたような参考書の比較だと、挫折率は比較的少ないのかなっていうのが、この上級問題成功ですね。まあ、このあたりは本当に好みだと思います。数学をもう最終的に極めるってなった時に、どの本を使うかね、実際解説と見比べて選んでもらえたらと思います。あと、まあ上級問題成功の場合は、問題の数がこのレベルの割には結構ボリュームがあります。なので、ある特定の分野を極めたい人、確率を極めたいんだとかね、数3の微積の問題極めたいんだって人とかは、その特定の分野だけやるっていう使い方もできたりする、そんな便利な参考書になってます。問題の数が多いんでね、演習用としてもぜひ使ってください。その上の人はですよ、繰り返しになりますか。というわけで、上級問題成功、もういかに難しい本なのかっていうのは、この動画を通して伝えられたんじゃないかなと思います。その難しい本の中でも解説が詳しい、そのレベルに達している人に関しては挫折率が低いっていうところが特徴の一つかなとなってますんで、俺はこの本をやるぞとこの動画を見て固く誓った人はぜひやってみてください。おすすめです。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。